ドアディープな
その力を認められるということが何を必要かと言っている。何をもって神に認められたとしても、それは諸君にも当然分かっているから、神に認められたとすれば、それはおのずと諸君らのものとなり、力を与えてくれることです。そして、そのものこそが、国家の守護者と騎士になるのです。一人でも多くの者がそうなれることを、私は神に祈っている。試験内容に関しての説明は以上。では、これから不正を行った者の処置について。